マリア・ベルタ・フランシスカ・フェディチ・タ・ヨハンネ・プリンセシン、ロアンは、オーストリア・ハンガリー領ボヘミア出身の貴族女性。スペインのカルリスタ・王位請求者マドリード・コー、カルロス・マリアの2番目の妻。二重帝国陸軍少将,将の肩書を持つ軍人、アルトゥール・ロアン公使と、その妻の伯爵霊嬢、ガブリエ・レフォン、バルトシュタイン・バルテンブルクの間の、第9子、次女、 バッシとして生まれた。彼女の親代わりだった長兄アラン・ロアンが1892年に王子カミール・ユロアンからロアン公その他の称号と壮麗なシュクルフ城を呼び来たボヘミアの膨大な所領を相続したことで一家は非常に富裕となった。1893年の年明け、マドリード公カルロス・マリアは妻マルゲリータを亡くした。彼は 再婚を考え、母、ベアトリーチェの選んできた、ボヘミア人の二人の花嫁候補と見合いをした。ロアン公の妹、マリア・ベルタと、アルフレート・フォンリヒテンシュタイン候補の娘、マリア・テレジアである。両者と見合いをした上で、公爵はベルタにプロポーズした。二人は1894年4月28日、プラハで結婚式を挙げた。婚礼の詩式は、 プラハ大司教シェーンボルン枢機教が務めた。ベルタが夫を知りに仕切たがある支配的な性格だったためにこの結婚はカルロスとその家族にとって不幸なものとなっただけでなくカルリスタの間でも非常に評判が悪かった。夫とは1909年に死別した。ありがとうございます。